はい、おはようございます。ということで今日曇り空で、朝方ね結構雨も降ったりなんかしていて、今日を境に天気っていうのは一気に崩れるみたいなんで、ちょっと注意したいなと思います。で、今日は本当に朝からちょっとこう悲しいニュースがあったりなんかして、あまりテンションって上がらないもんなんですけれども、でね、まあ、その一方で結構ガジェット周りでは熱いニュースっていうのがいろいろあって、まず DJI がね、新しいドローンね、ミニ3プロ発表しましたね。フルセットで購入するともう15万円になっちゃうっていう感じで、ミニというよりもやっぱりプロね、プロを小さくしましたみたいな、そういったまあドローンだと思うんですけど、画質的にもねかなりいいやつなんで、やっぱりまあ気になるかなと。で、やっぱりその他にも Google IO ね、 Google IO は明日ですか、日本時間の。これやっぱり Pixel Watch で、 Pixel 6a で、あとPixel Buds Pro ね、この辺が期待されているので、これもねやっぱりチェックしなきゃいけないっていうところなんですけれども、それとは別にね、マイクロフォーサーズ関連のレンズ情報でね、見逃せないニュースっていうのがあったんで、今日はねちょっとそちらの方を雑談していこうと思います。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで、ここのところまたね、ガジェット関係のニュースっていうのがいきなり豊富になってきていて、まず DJI がね、新しいドローンね、ミニ3プロですか、を発表して、まあ、昨日の夜ね、いろいろとレビュー動画とかっていうのを見ていましたけれども、で、今回のこうミニ3プロって、ミニシリーズでありながら、でもこう実は中身はプロみたいな、これまでのミニシリーズってもちろんこうコンパクトでありながら、でも同時に値段もね安いこうエントリー向けみたいな位置づけだったのが、今回も小さいけれども中身はもうプロっていうことで、値段もね、まあ、円安っていうとこもあって結構こうガーンと上がった感じで、フルフルのコンボで買うと多分15万円ぐらいになっちゃうような、それでもやっぱりこう 250g 以内のね、こうコンパクトなボディで、しかも今回からこう専用のこうディスプレイっていうのがそもそもこうついたコントローラーっていうのもね、同時発売されたことで、僕もこうマビックシリーズでいうとマビックプロとマビックエア使ってましたけれども、やっぱりどうしてもスマホね、スマホをまず接続して、そこからまあアプリを立ち上げてみたいなところっていうのがやっぱり手間だったんですけれども、今回のミニはどこへでもこう持ち運べるコンパクトさでありながら、専用のアプリケーションっていうのがそもそもプリインストールされているディスプレイ付きのコントローラーを使うと、もう本当電源を入れてすぐに飛ばすことができるっていうことで、これはね結構魅力的というか、今のところ僕の場合こういったドローンっていうのは全くこう使い道がないですし、で、日本の場合にやっぱりこう飛ばせるところっていうのがこうかなりこう限られてきていて、しかもまあこう認可制になるっていう話なんでね、どんどんとこうちょっとハードルっていうのが高くなってきているんですけれども、それでもやっぱりこういう新商品が出るとテンション上がるかなって感じで、で、DJI の次はやっぱり Google IO ですよね。これ今晩なんですかね、日本時間でいうと、ちょっとその辺まだチェックしないですけれども、どうやら今回は本当こう3つぐらいの新しいデバイスっていうのが発表されそうだって感じで、やっぱ Pixel Watch に関してはもうこうマストというかね、これやっぱり発表してもらわないともう結構もうショックが大きいっていう感じで、僕もこれね一応まあリアルタイムで見れるかどうかってちょっと分かんないんですけど、まあチェックしようと思っていて、で、今日のね本題なんですけれども、昨日のね雑談の中で、GH6 ね、買ったことで買い足そうと思っているアイテムっていうのをいくつかまあ紹介して、その中でこうジンバル撮影なんかに使えるような超広角のね、単焦点レンズが欲しいなっていう話をちょうどしたところなんですけれども、それにこうドンピシャのタイミングでね、昨日あたりからね、このマイクロフォーサーズでめちゃくちゃ気になるレンズの噂っていうのが出てきていて、で、これね、パナソニックは近日中にライカ DG ズミルックス 9mmF1.8 を発表するのではないかっていうふうな噂が結構ね、ここ数日の間、この1日2日の間で一気にこう広がってきている感じで。でね、これね、この噂の発生元っていうのは、某掲示板なんですけれども、これまでね、この手のこうレンズ関係のリークっていうと、とあるこう日本初のね、めちゃくちゃ著名なまあリークアカウントっていうのがツイッターであったんです。そこがまあこう活動を停止したところで、どうやらその人、もしくはその人たちっていうのが、ここ最近某掲示板にね、映って、まあ、そこでこう情報をリークしているんじゃないかっていう感じで、最初の段階では結構この噂っていうのが本当かどうかって結構怪しかったんですよ。っていうのもそもそもパナソニックがこうマイクロフォーサーズのレンズっていうのをこのタイミングで発表するって結構なんかこう違和感があるというか、どうせやるんだったらこう GH6 と同じようなタイミングで出せばよかったのに、それにちょっとこう遅れるような感じで、これまで結構こう長い間ね、もう音沙汰がなかったマイクロフォーサーズのレンズが
発表される年は結構こう唐突すぎたっていうことと、あとこれね、ライカレンズでありながら値段っていうのが海外の価格で500ドル以内っていうね、497ドルっていうことで、ライカレンズとしてはちょっとね、こう値段がね、安いんじゃないかみたいな感じで、この噂っていうのがまず最初にリークされた時っていうのは結構クエスチョンマークがついていたんですけれども、今日になってね、もういきなりこのその情報の角度っていうのがこうグーンと上がったというか、そのね掲示板の中でこうかなりこう詳細なね、こうレンズの構成っていうのも発表されたんですね。レンズ構成っていうのは9分12倍で、絞りバネの枚数っていうのが7枚で、最短撮影距離っていうのは 9.5 センチで、最大撮影倍率も 0.25 倍、なのでこれ 35mm 換算すると 0.5 倍なんで、ハーフマクロってことになるんですけれども、でしかもフィルター系っていうのも 55mm9mm のまあ広角レンズであっても、フィルターっていうのはどうやらつけれそうだっていうこと でしかも重さが 130g で、防塵防滴でマイナス10度の環境下でも耐えられるレンズっていうことで、こうかなり詳しい情報っていうのがもうリークされて、まあ、海外のまあリークサイトのポーサーズルーマーズではこの情報っていうのがもう FT5 っていう、もうほぼ間違いないっていう風な角度にこう格上げされていて、そこではね、ここ 1,2 ヶ月でも発表されるっていう風に言われていて、もう一気にね、情報の角度っていうのがガンと上がって、ほぼほぼ間違いない情報になったんですけれども、これを見てね、僕もね、昨日の動画の中でも話したんですけど、僕もこの超広角レンズっていうのをGH6 用にね、1本こう調達しようと思っていて、これまでの候補っていうのは、第一候補っていうのはラオバが出している 6mm のシネマレンズっていうのがあるんですね。日本でもつい最近取り扱いが開始されたもので、これまで 6mm っていうことで、歪みのないレンズとしては最も広いこう視野率を、実現しているレンズっていうことなんですけれども、これをね、僕そもそも買おうと思っていて、海外のサイトなんかで予約していたんですけれども、ずっとね、入荷っていうのがなくて、買えない状況だったんですね。そのタイミングで今回こう 9mm ね、35mm 換算すると 18mm 広いレンズがね、純正で、しかもこうライカレンズとして500ドル以内で出るっていうことで、もう早速この B&H の予約っていうのも今日正式にキャンセルして、僕もね、このレンズっていうのを今のところ狙ってみようと思っていて、もうこれが実際手に入ると、35mm 換算 18mm なんで、結構こう Vlog カメラとして もう完璧というか、 GH6 につけてももちろんいいですし、 BMP44K なんかにもつけられるんで、Vlog およびジンバル向けのレンズとして、これ結構ね、最適なんじゃないのかなと。でしかもオートフォーカスっていうのもね、ついてくるでしょうし、手ブレ補正に関してはおそらくないでしょうけれども、ライカレンズってことでね、かなりこうパキッとした映像が撮れるんじゃないのかなというふうに思っているんで、これ結構ね、パナソニックがマイクロフォーサーズの単焦点レンズを出すっていうのはめちゃくちゃこう久しぶりのような気がしていて、これまでこう 10mm25 とか 25-50 みたいな、いわゆるこうプロ向けでね、大きくてしかもこう値段もプロ向けのレンズっていうのが続いていたんですけれども、ここへ来てね、一気にこう求めやすい、しかも使い勝手のいい超広角レンズが出そうっていうことで、これはね、やっぱりマイクロフォーサーズ今来てるんじゃないのかなっていう風な気がするんで、ちょっと乗り換えて正解だったかなっていう風に今思っています。というわけで、このレンズね、今のところ正式アップじゃなくて、噂っていう風な段階なんですけれども、かなり角度が上がってきた噂っていうことで、こちらの方もね、個人的に注目していきたいかなという風に思います。はい、というわけで、ここのところね、こんな感じのこう雑談動画が続いていますけれども、こんな感じで日々動画更新しておりますので、もし気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。